12月21日木曜日、レディオジャムじゃないですね。これはデジタル忍者のお時間でございますね。いつもでございます。いつもの通りよろしくということで。私的にはですね、今日仕事が一個片付いてるといいな。12月22日リリースの仕事を今やってましたですね。もうひたすら大変ですよ。という愚痴もちょっと言ったりなんかするというですね。まあ携帯向け更新がですね、これ夜の11時でございまして、深い時間に更新してる番組でございますんで、ね、いろいろミッドナイトモードでお届けしたいわけでございますけれども、昨日の続きです。デジリーマンという面白いおもちゃがあるっぽいという話をね、昨日して終わったわけでございますが、デジリーマン、デジ OL、そしてデジシンガーというのがあるわけでございますよ。デジリーマンはですね、25歳サラリーマンという設定のキャラクターでございまして、これがまあ、携帯ディスプレイの中に住んでてですね、朝8時ぐらいになると遅刻して出勤するというところが始まって、一日ね、いろんなことをやっていくというですね、ゲームでございましてですね、ゲームというか、まあ、眺めてるだけなんでゲームとも言えないんだけど、本当のこと言うと。でデジ OL に関して言いますとですね、30何歳っていう、まあ、いわゆる、まあ、ある程度とこまで行った OL さんという設定になってまして、それがですね、なんかこう、なんか、いろんなことを目指していくというゲームでございまして、ワンクールが十何日なんですよね。一つのゲームが、ゲームというか、キャラクターがこう、十何日やりますと、別れが来るわけでございますと。その十何日間の間に、どれだけいい、こう、なんか、ハッピーな生活が送れるか、みたいなことを、ちまちまっと遊ぶという、そういうゲームでございましてですね、なかなか面白いので、コナミのサイトでデジリーマンというカタカナで検索していただけるとなかなか面白いものが見つかると思いますので、ぜひぜひよろしくという感じでございます。